お疲れちゃんです。ロットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのメガナイトバルーンデッキね、使っていこうかなと思います。で、ちょっと前に、このゴブリンの檻の枠がトリトン型を多分紹介したんですけど、まあ、今日ゴブ檻型でね、やっていければいいかなと思います。で、ゴブ檻型になることによって、こう、まあ、ゴブ檻を置いて、こう、相手の様子を伺ったりだとか、まあ、あとはバルーン、お互いバルーンのデッキのバルーン対決だったり、まあ相手がホグとか、まあそういった相手の時に、まあ施設に誘導できるっていうのが、こう、まあなんか強みに、なってくるかなと思います。というわけで、やっていきます。で、バルーンなんですけども、バルーンをできるだけ飛ばさないで戦うと、相手は、何のデッキってなんするんですよ。相手からすると、君はあと1枚何なのか、あと1枚に気づかないで、こう、対空をバンバン割いてくれるんですよね。まあ、そしたら、そこでバルーンをポンと、こう添えてあげるだけで、ほぼワンパンのようなね、戦術が、まあ、できますので、よいしょ。できるだけなんか騙すと言いますか、こう、まあ、なんか駆け引きみたいなもんですよね。駆け引きっていうのかな、なんか、こうね、もう、騙してください。僕はバルーン持ってないよっていう立ち回りをして、そこで、ポンとね、飛ばすと、そのバルーンで試合を決めることができるので、よいしょ。さあ、相手はガンガン逆に攻めてきてますが、さっき相手はインドラとヤナアメザップを使ったので、まあ、ユキ、ヤザップ使ってユキはない、まあ、インドラとスケドラですね、があると思います。で、ここちょっと一回捨てて、さあ、メガナイト使う。で、あれはさすがにメガナイトで回収してね。で、インドラとスケドラがいます。で、2枚割いたタイミングでバルーンをポンと添えるだけで、相手からしたら多分絶対きついと思います。で、このインドラをね、やっつけたいですね、僕からしたら。よいしょ。あ、インドが焼かれる。で、これでスケドラが来る。スケドラが来るので、それに5打つか、逆サイにバルーンをポンと添えるだけ。さあ。まあ、こっちでいいか。あと1800なんで、まあ、簡単に落としそうなんで、いいかなと思ったんですけど、OK。あー、それはいいディガ。さすがにそれはいいディガですね。なので、まあ、これはもう守れないので、11かなという感じですね。まあ、このバルーンが、この逆サイのタワーだったらね、結構一番良かったんですけど、まあ、スケドラがいたので、いいかなという感じですね。もうバルーンを出すタイミングが大事ですかね。もうそれまでは我慢して、みたいな。感じがね、いいんじゃないかなと思います。さで、これどうせヤザップで処理されるんで、早めに出して、ヤナアメ誘って、あ、ヒースピで、うわ相手早いな。これインドラ警戒、スケダラには速攻5を。バルーンに待ててえけど当たんねえかな。オッケー、ラバに当たる。で、ザップが今ないですね、相手は。オッケー。いいよ、耐えて。うわぁ、うちのマスケッティーが。オッケー。で、これもう一回ちょっと待ちつつ、相手は、普通にケツラバしてくるか。普通にケツラバしてくるなら、もう行っちゃってよかった気がするんですけど。ヤザップ。で、もう一回回さないといけないですね、僕は。よいしょ。檻を置いて、で今ヤザップ使ったったので、このスケドラがね、多分無双します。OK。で、あれに5はさすがに打ってあげたいですね。5打ってあげて、ヒースピで回復して、オッケーいい怖い。で、マスケットはまた行かれちまうよと。いやー、これはね、我慢対決ですね。我慢したらいけますね。で、インドラがいないときかな、バルーン飛ばしたいんですけど、どうだろう。むずいな。で、これ、ヤナアメ来るんで、ヤナアメ来るだろうっていうタイミングでヒースピしてあげて、このスケドラを回復させてあげると、ヤザップ耐えるんですよね。これ。で、相手、ここにスケドラ追加来たら、これバルーンで、多分、もうないんですよ、今、対空が。対空がなくて、あ、やばい、ファイブ。これファイブで。やばい。俺の方が行かれる。やばい。おー、危ねえ。バルーンのバカのダメージで、380もないと思った。危ねえ。ラッキー。バルーンのバカのダメージ、ちょっと確認しましたね。395ですね。なので、ギリ15ま足りたというところで、いやー、まあ、そんな感じですね。もうバルーンで攻めたいんですけども、もう攻めないですね。相手が対空使ってくれるの待って、みたいな感じね。
相手がまあどうしても咲いてこなかったら、まあ、メガナイトの後ろにこうつけてあげたりだとか、まあこう、そんな感じでね、やってくればいいかなと思います。スケアイスピなので、クロスか 2.6 ホグだと思いますね。さあ、まあクロスに対しては、スケドラが速攻5で行かれちゃうんですけど、まあマスケは5とウッド相手を打たないといけないので、まあこう、メガナイトマスケの形だったり、まあバルーンで壊したりとかして耐えていきたいですね。そう、ないと、クロスかな？クロスっぽい気も、しますが、さあ、スケドラ出して、一回これ5打っちゃっていいかな。よいしょ。このまま5打って様子見ですね。いや、な、ホグじゃない気がするな。ホグだったらもう飛ばしてきそうな香りなので、まあ多分クロス。多分クロスっぽい顔をしてます。ゴボリ置いております。まあゴボリの罪はこれですね。置いてから、相手になんかユニットを切らして、まあ、それに一番いいやつを出していくっていうのがね、まあ、できます。で、メガナイト出しても、結局防衛されてカウンタークロスされるので、メガナイト一回まだ出さずにね、まあ、2倍タイム入れば、2周目メガナイトとかも回ると思うんでいいと思うんですけど。さあ、5打った。5打ったら出します。なぜなら、今クロス出されても、このスケドラで、まあ、ダメージ受けるものの耐えれるんで、カウンターになりますね。さあ、5打ったので、メガナイトスケドラを組んでもいい気もするんですけど、もうここでなんならバルーン組んであげて、ここ真ん中スケドラとかで、よいしょ。ヒースピも添えてあげて、このメガナイト回復してほしいな。え？それめっちゃやるくない？5防衛、いい防衛ですね。いや、一発でかい。OK。いや、これがでかいですね。これをしていくだけ。これをしていくだけ。あとは大ダメージ受けないように、ガーイもする。でも、あれは、ま、守りつつ、攻めつつのタルババで耐えて、オーケー、ゴボリ。さ、イモールだけですね、僕はイモールだけ。あ、あれ、当たんねえか。当たりそうだったんですけど。まあ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 、一回ね。一回も5削りで、次のクロスですね。相手のこの次の攻めクロスを僕はすごい気をつけないといけません。さあ、前のめりにね、相手のユニットが出てくるんですけど。耐えます。あ、やべえ、これ。普通に壊される位置だ。ミスった。まあいいや。メガナイトで、時間稼いで、まあこの間に、5とか打って、ちょっと壊していければね、多分余裕で耐えれると思うんですよね。ナイト。で、この隅っこマスケですね。これで殴ってあげて。OK。2周目が来るっすね。相手の回転がちょっと早いので。まあこれはさすがにバルーン使っていい気がしますね。バルーン使って壊して、よいしょ。OK。ダメージ勝ってるんだね。なんかこう、無理に攻めて負けるっていうのをなくしたいですね。ファイボも一回待ってね。降りて耐える。よいしょ！いやー、来たなー。よし、というわけで、まあなんかね、軽く、昨日ですかね、クララリーグがあって、ポノスが勝ったんですけど、今すごい順調で、チームとして9勝1敗で、あと、合計が14試合で、今10試合終わって9勝1敗か。で、あともう残り4試合のうち1勝すれば世界大会確定っていうね、僕世界大会行ったことないんですけど、なので本当、こう人生初のね、世界大会チャンス、がもうすぐ目の前に来てるという状況なんですけどね、久々に昨日 1V かな、まあ KO1 に出させてもらったんですけど、マジで、結構自信あったんですよ。マジで。いや、俺サンタでいけるわと思ってて、正直。そんぐらい自信あったんですけど、そのデッキ来るかっていう、なんかロイフグ使って、こう、まあ、なんかいろんな、こうデッキがあるとして、そのデッキだけ来たら鬼辛いけど、他は別に何来ても俺勝てるわっていうデッキで行ったんですよね。で、そしたら、もう、すっごい確率の低い、何分の1かの、何十分の1かの確率でその時引いちゃって、あれやって。あれやってなって、いや、さすがにそれは無理だろうっていうので、ちょっと負けちゃってね。まあ相手も、こう僕もやっぱきつい中でも、勝てる可能性がね、出るような立ち回りをして、すごい仕掛けてたんですけど、まあ相手もちゃんとね、守ってきて、普通にまあ、勝てずって感じでね、久々に出たのに負けて、いや、マジで、なんか、萎えますね。さすがにね、勝ちたいっすね、そろそろ。
勝てると思ってるんですけどね、今回はちょっとデッキ選択はね下手でしたね。なので次はね、プレイは結構良かったと思うんですよね、個人的に。そう、結構ええ感じだったんですよね。なので、次は勝ちてえなと思うところでござんす。はい、というわけで相手はまた、あれさっきクロスだっけさっきクロスで、今回もクロス説があるな。いやマジで正直クロス下方してほしいですね。ただただクロスが苦手なというか、なんかクロスがなんだろう、クエイクが強化される代わりにクロスもちょっと前に強化みたいなされつつ、あ、それはちょっとうめえな。なんかなんだろうな、クロスメタが増えるからクロスを強化しますなんだけど、後からクロスメタがどんどん下方されていってクロスはそのままみたいな感じなんですよね。なんかクエイクであったりだとか、まあ、なんかいろいろ、そう、クロスも強化してクロスに強いカードも強化しつつ、クロスメタカードだけ当たんね、クロスメタカードだけちょっと下方していく感じ。いやちょっとうめえなこの6コスクロスで。まあこれ、いやー地獄、一回耐えるけど耐えれないっすね。これ捨てますか一旦。いや、我慢、一回我慢してワンパンします。ワンパンしたいんですけども、どうでしょうかというわけですね。でまあ一旦メガナイトマスケ組んでバルーンもつけてファイブも打って、でテスラを壊したいが、多分ね、そうなんですよね。いや分かってらっしゃいますね。もうあの防衛クロスをされるとね、地獄の見たくないあの景色がね、このこれですよね。いやーこれは終わったな、マジで。最初はどうにか耐えなきゃいけないと思うんですけど、相手が一生攻めクロスしてくるとね、うまいとね耐えれない説がありますね、これは。まあという感じで、これはちょっと負けちゃいましたね。次勝ちたいですね。よいしょー。さあというわけで、メガナイトバルーンね、これこう、まあ、バルーンかどうかっていう分からないのが強いところですね。ロイフグの可能性もあったりだとか、まあ、スケラーの可能性とかもまあ最悪ないこともないので、まあ、そういったところでね、こう相手を騙して騙してやっていきたい。まあ、相手今騙されるところなかったですからね。てかもう君たち初手からね早いんですよね、動きが。まあ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 、最低はラバー、いやマスケット重症しいな。で、ヤズアップ打たれるかな、ファイブかな。一応ヒースピ添えて、ヤズアップ来た時用に、これ、メガゴから打ち抜けそう。打ち抜いて、OK。ファイブ打って、スケダラのこれ。あー、まあ、メガゴがいなくられてたかのか。OK。スケダラとメガゴ咲いたので、まあ、これに対して、相手はバルーン飛ばすとファイブ防衛ですかね。ファイブ防衛で普通に爆破しか入らないので、どうしようかってところなんですけど、これ行っていい気がするな。で、バルーンで、ここファイブ防衛なんですけど、タルババで竹取って、ファイブだけだとちょっと一発入るようにします。OK、これで一発入りますね。あー、OK、メガゴ出せた。さあ、普通のラバルですね。墓石、ババアだと思います。ババアスケドラのラバル。かな。で、これはね、今ファイブを使ったメガゴもいないので、ババとスケドラしかいないので、メガナイトスケドラの形を作ると結構相手守れないと思うんですよね、これ。そうで、まあメガナイトマスケでもいいのかな。いや、メガナイトスケドラですね。ババを突破したいので、で、ここに今ババが来るんですよ。ここファイブ打って、よいしょ。で、これタルババも一応使いますね。このスケドラがうざい。あはー、ファイブ防衛か、いい防衛ですね。ザップで今防衛してきてたら結構ダメージつながってたかなと思います。で、相手すごい余裕ある感じでしてるんですけど、マジ後半もラバル組まれるだけしんどいんで、もう僕は攻めないといけないんですよね。ケツラバとかぶる、いやかぶんねえのか。で、まあ、またババかな。あ、ババがこれで回ったか。いや、ジャンプしてる。いや、でけえ。いや、でも防衛勝てえな。そんなに硬いっていうぐらい硬いですね。これ、またバルーン飛ばして、タルババで、
竹取って、そう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 、 OK、 ファイブを使った。もうファイブを使わせられたらいいんですよね。でまあこっち削られてるので、こっちにちょっと硬い作って、いや来た、これだ。ファイブを出してから今1枚で、ババだ、ババでしょ、ババでしょ、ババいらっしゃい、ババいらっしゃい。あーやばい、耐えて耐えて耐えて、 OK、 1本おった、1本おった。早めにこれ落として、あとは時間稼ぎ、時間稼ぎ、時間稼ぎ。ゴブリ置いて、いや来たくね。あ、なんなら、なんならキングが、なんならキングがいけそうな香りもあるが、ウェイ、ナイス、グッドゲーム。いや、これはね、良きですね。まあ、一回ファイブに組まれたの痛かったですけど、まあ、なんかこう、形組まれたら、やっぱラバルを組まれると、そう止めるのがやっぱ、容易ではないので、まあ、こう、まあ、攻めさせないと言いますか。ずっとね、攻めて攻めて、いい感じのね、ペース握れたんじゃないかなと思います。ぜひね、このバルーンの枠、ロイホグの方もあります。で、なんならこれ、ポイズンにして、バルーンがスキラの枠もあり、デッキもあります。なので、まあ、そこはちょっとお好みにね、自分が使いたいようにやってもらえればいいかなと思います。ぜひね、このデッキ使ってみてくださいというわけでおります。よければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。